こんにちは、デモクラシータイムズウィークエンドニュースの時間です。今日の司会は鈴木光が務めさせていただきます。まずですね、今日のコメンテーター、出演者の皆様を紹介いたします。向こうから本間龍さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノンフィクション作家で、元博報堂、要するに広告代理店の裏の裏までご存知ということで後でそういう話も出てくると思います。はい、よろしくお願いします。それから、もちろん今日の、日刊現代第一編集局長の小塚香織さんです。よろしくお願いします。菅政権がどこ行くのかということを日々ウォッチしてると思うんで、うん、はい、ぜひその辺の話は聞かせてください。それから、永田光三さん、武蔵大学教授で元 NHK のプロデューサーでいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますという今日は、豪華な3人のメンバーの方で1時間どうぞお付き合いください。では、早速入っていきたいと思いますけれども、ちょっとその前にですね、私の方から1個だけ、こういうその映画のですね、紹介をしたいと思います。これはコウ・チャニューさんという大阪在住の作家の方が撮った映画ですが、要するに朝鮮学校の大阪朝鮮学校の日々を描いた映画だそうです。実は僕もまだ拝見してないんで詳しくは紹介できないんですけれども、なかなか内部に入り込んで素晴らしい映画だという噂を聞いています。ぜひご覧になってください。それではですね、今週のニュースをいろいろと探っていきたいと思います。まず今週たくさんニュースが出て、しかも、非常にこう重たいニュースばっかりなんで、なかなかどれがどれっていうふうには言えないと思うんですが、じゃあちょっと本間さんからですね、このニュースの中で、気になったこと、ちょっとこれは、言っときたいことみたいなことがありましたら、お話しいただきたいんですが。はい、事前の打ち合わせとちょっと違うんですけどごめんなさい。事前の打ち合わせではね、五輪の話しようかと思ったんですけど、はいはい、まあ中でね、うん、できるのでありますね。はい、そうですね、まあ僕気になったのは、福島の双葉町にねできるこの原発災害伝承館、伝承館ね、ニュースですよね。はいはい、でこれまあ伝承館自体は前からできるっていうのはもちろん知られていてたんですけど、まあ、多分中身はひどいんだろうなと思っていたら、中身もそうだけど、その中でこの災害の様子を直接お話ししてくれる人、語り部みたいな、語り部ですよね。あ、そうですね、うん、語り部に対して、東京電力と国の批判をしてはならないというね、うん、そういうなんかこうチェックっていうかチェックが入ってるっていうので、これは朝日のスクープじゃないかなと思うんですけど、まあはっきり言ってそのね、加害者のことをねきちんと追及できない、こういうその伝承館、まあこの名前も変なんですよね。原発災害って書いてあって、原子力災害だ、うん、原発災害って書いてないんですよ。原子力災害、原子力災害って書いてあるんですよね。はいはいはい、だから、そもそもそこの時点からもう責任追及がいまいちこうぼんやりしてるんですけど、まあ、だからこれ結局例えて言うならばね、そのアウシュビッツ博物館に行って、ナチの批判をしてないっていう、うん、そういうレベルの話じゃないかと、うんうん、いうふうにまあ思ったんですよね。で、まだ未だにそういうことをやるっていう、まあこれ結局国のっていうか税金53億ぶち込んで作ったものなんでね、まあ国のその批判するなってまあ当然言われるんでしょうけど、その中に東電まで入るのかよっていうね意味が分かんないなと
まあここは結構僕もあのツイッターとかで批判したらやっぱり5、600リツイートとかいっちゃってるし、まあ割とみんなそうだなと思ってることだと思うんですよね。だからこれもっともっとやっぱりこうこの問題だいぶひどい問題だっていうのはちょっとちゃんと伝えていった方がいいなと思いますね。もう本当ね、あの原発問題に関してはいろいろ問題がまだ残ってて、とてもまだ伝承する段階がないと思うんですよ。そこも私すごい不思議、言葉がね、伝承感ってなんかある種終わったことを次の世代に伝えるみたいな意味合いなんですけど、終わってないですね。終わってないっていう、本当にそこが、うん、さて小塚さんは、この中でどれに、はいはい、そうですね、この中で言うと、いや一番気になるのは一番上 の桜疑惑再調査せずっていうのなんですけど、まあ、これは多分中の方であの菅政権の話で出てくるかなと思うので、政府これですね、五輪選手特別入国許可の方針っていうことで、まあ、要するにその今、限定的な形での入国しか許されてないですよね。でそれをまああの来年オリンピックやるっていうことを考えて、まあ、その五輪選手に対してはこういう条件で入国をまあ許可するよっていうことをまあ出してるんですけども、ある種そのあのこの今回の、ね、テーマの一つにもなってるんですけど、うん、なんとなくこうオリンピックやるよっていう空気になってきてますよね。このバッハさんがね、ワクチンなくてもやれるんだって言ってたりとかもありますし、それになんていうかそれとこうするような形でこう徐々にそのオリンピックができるような受け入れ体制を作っていこうという空気を作ろうと思ってるのかなと思うのが、あの10月から、全世界からの、入国を許可する方向で今検討っていうか、まあ実際あのこれ2ヶ月ぐらいでその記事ちょっと書いてる記者がいて取材したら、もう厚生労働省はもう要するにまあその政府のあの官邸のね、まあ、指示っていうようなことと捉えて実際にそれで準備を進めてるみたいなんですよ、うん、だから、まあ、10月のどこかでそういう形で受け入れるし、その、まあ、具体的にどうするかっていうのはこれからもうちょっと詰めていくんでしょうけども、その基本的には今現在アジアの7カ国がそれをもうすでにやっていて、あの現地で陰性だという PCR 検査のね、あの結果を持って入国、まあ、要するに出国してそれで入国時にもう一度 PCR 検査をするっていう、まあ、そんな形になっていて、うん、で実まあそのなんて言うんでしょうね、その辺のなんていうかシステム自体にこうどうなのかなと思う部分もあってですね、というのがそもそもこう日本の場合 PCR 検査の数が絶対的に少ないですよね。でそれにその中ではその水際対策っていうことで空港の貿易はまだあの政府がお金とか予算つけてる方ではあるんですけども、ただそれでも実はこの、この間20万人入国してる中で、900人ぐらい陽性になった人がいるんですって、うんうんうん、だから成田でもやっぱりその陰性として出てきてるんだけれども、それでも陽性になる人っていうのはその割合でいるんですよね、うんうん、でその2週間ぐらい その待機はもちろんその陽性するんだけれども、あくまでもそこ陽性なのでその追跡みたいな形にはできないじゃないですか。でビジネス客だからもちろんそのただの観光客でね来る人ではないので、その辺のこういろんな条件の厳しくしてる部分はあるんでしょうけど、ただなんかその一般の PCR 検査が増えない中でなんかこう入国だとか、あと GoTo キャンペーンにしてもそうなんですけども、あの東京も今度入りますし、なんかその対策としてどうなのかなっていうね、うんうん、そういうちょっと不安というか思いますよね。そうですね、うん、まあアスリートっていうか選手たちはねそれなりのあれあるでしょうけど、じゃあ観光客はどうするんですかね、うん、それが非常に僕は不思議でしょうがないですけど、ね、だからまあね、その菅さんがね、あの縦割り行政の打破っていうのを一番だって掲げてるじゃないですか、まあ、縦割りじゃなくてある種その厚生労働省の中の、まあ、その省内 そのいわゆる医系技官とかその事務系とかそういう部分も含めた形なのかもしれないですけども、うん、そのなぜこの目詰まりがね PCR 検査の目詰まりが解消されないのかっていうところを、そこをその解消しないのにその五輪選手は特別許可だとか、うん、あの全世界から受け入れますよっていうそっちを先にどんどん広げていくっていう、なんかちょっとね矛盾してるような感じもあるんですけど、ね、ありますねそれはね、
はい、これはもう本当に後でもまた出てくると思いますが、はい、じゃあ、 永田さんはどこに、はい、私は左から4番目 の、 アメリカ最高裁ギンズバーグ判事死去っていう、はいはいはい、でこれは私は大学でメディアのことを教えてるんですけれども、その RBG って言われているそのルース・ギンズバーグさんが亡くなったっていうのを、まあ、授業でも取り上げたんですね。で若いその日本の学生たちもすごく引きが強くてですね、亡くなった直後最高裁の前で何百人も若者たちがその死を悼んだってのがあるんですけれども、まあ、彼女がいかにその、まあ、70年代以降ですね、アメリカ社会に厳然とあるその女性差別に、まあ、毅然と向き合って、その司法の面からその、まあ、世の中を少しでも良くする上で戦ってきたかっていうのは非常に よく日本の学生たちも興味を持ってくれましたね。で例えばその女性兵士たちの受けてきたその差別とか、あるいはその男子大学ってありまして、軍の大学に女性も入りたいっていうその壁を突破するとか、あとその男性 の、 そのシングルファーザーの保障がないじゃないかっていうのを改善したりとかいうことですけども、その映画ではその Believe っていう映画が有名なんですけれども、ドキュメンタリーで RBG っていうのもあって、これもまあすごくよくできているんですね。でちょうどまあ、ビル・クリントンの大統領の時に彼女が最高裁 の、 その判事に選ばれるんですけど、その時の上院のですね、司法委員長があれですね、バイデンですね。でバイデンって息の長い人なんだなって、まあ、つくづく思いますね。今おっしゃったビリーブっていうのは僕も見たんですけど、フェリシティ・ジョーンズでしたかね、はい、非常に小さい子なんで、いや素晴らしい、まあ、ご本人もすごく背が低いんですけど、そうですね、それであん中に出てくるキャシー・ベイツが、はい、運動家の女性、はい、これがかっこよかったなみたいな、かっこいいですね、ああいう映画日本で作ってほしいですね、本当にね、はい、まあ、でもう一つ、まあ、取り上げたいのが下から2番目のかっこいい女性2人ですね。で特に大坂選手は去年に続いてなんですけど、伊藤詩織さんが選ばれたってすごいことだと思うんですね、うん、で今本をちょっと紹介したいと思って持ってきたんですけど、その名は化け、これはハリウッドのですね、化け物のようなワインスタインっていうプロデューサーのそのセクハラをですね、その女優たち、それから職員たちが暴いていく。でニューヨークタイムズの2人の女性記者が、まあ、その記事にしていくっていうことなんですけど、出てくるのはトランプのセクハラも実はいっぱい出てくるんですよ。で残念ながらきちっと取り上げられないで、ニューヨークタイムズは悔しい思いをするんですけど、その、まあ、セクハラと完全と向き合い立ち向かうっていうことの中で、彼女たち証言者たちが、つまり自分が受けた被害はその前にもあったし、その後にもずっと続いてたんだと、自分のような苦しみをもう二度と引き継がせたくないっていうことで頑張るんですよね。で伊藤詩織さんのことも実はそれとやっぱり重なっていて、その TBS の元ワシントン支局長ですけれども、調べてみるといろいろ被害に遭ってる人は他にもいるっていうことですよ。だこの話はやっぱ裾野が広いし、その伊藤詩織さんがその、まあ、今回もまた杉田水脈議員がね、いろいろ女性はいくらでも嘘がつけますからなんて公言してるわけですけど、分かりませんけど、そういう貶めにも負けないで戦っていることをそのタイムが励ましたというのは良かったなと思います ね、 そうですね。本当にこれは僕もいいなと思いましたね。僕もちょっとだけ言いたいことあるんですけど、僕はこれですね、柏崎刈羽原発に、原子力規制委員会が一応の OK を出したと、的確であるという OK を出した、これはちょっとね、僕は何を考えてるんだと、東電が、福島の事故のなにおいてですね、訴えられた3人の幹部ですよね、その幹部が3人とも最後まで知らぬ存ぜぬで白切った、うん、で今回は
その、一応東電が、社長はトップとして原子力安全の責任を担う、だからやらせてくれと言ってるんですよ。だけど自分たち の、 前の、幹部たちがそれを全然守らない、それを今更その次の社長が私は守りますって、そんなことって信じられますかっていう、ものすごく僕はこれ腹立ったニュースでしたね。というわけでちょっと今週のニュース本当に重たいものばっかりでまだまだ言いたいこといっぱいあるんですけども、はい、次に行きたいなと思います。で、まあ、あの菅政権の売り物っていうふうに書いたんですけど、まあ、これはですね、いろいろその一人一人 の、 その閣僚がやろうとしていることを見ていくと、菅政権 の、 その行方行き先が見えてくるんじゃないかと思ったんですね。でまずこの平井卓也デジタル担当相という人、これはちょっとまあ電通出身だっていうふうに聞いてますが、その辺小間さんどうですか。だから電通出身でそのいわゆる広告とかこういうそのデジタル関係に強いっていうのは昔から言われてるんですよね、うん、でもまあ電通出身だからあんまりろくなもんではないっていうそういう感じもする、うん、で結局ね西日本新聞の、まあ、御曹司、四国新聞、四国新聞か、四国新聞ですよ、西日本、四国新聞のね、はい、御曹司ということでですね、まあ、御曹司ですからね、うん、まあ、好きなことが言えるっていう感じでもある、うん、かなと。で、まあ、何をやりたいかっていうと、まあ、でもその、これ、多分ですね、まあ見てれば分かりますけど、自民党の中で、まあ、こういういわゆるデジタル関係きちんと理解できてる人っておそらく、まあ、あとは河野さんとか、あと誰なんだろうな、この中で言うと小泉さんもまあできるっちゃできるんでしょうけどね、うん、まあ、でもおじいちゃんたちはもう無理じゃないですかだからこうこれを売りにして自分の存在感をとにかくアップさせていこうっていうね、まあ、そういう思惑はよく見えますよね、うん、彼の発言なんかからして。なるほどね。まあ、彼自身はちょっと僕がいろいろ経歴を見ていったら危ない人だなと思ったんですが永田さん、これちょっとね、かなり危ない人ですよね。まあ、だからこの話をすれば長いんですけど、やっぱ自民党のそのなんていうかそのネット監視のリーダーで、監視してただけじゃなくて、むしろそのいろんなその政権に批判的な人間をそのネットで潰すっていうことの裏の仕掛け人でもあったというふうに言われているし、まあそのね、検察官の定年延長の国会でそのワニの画像を見てたとか、まあそういう批判もありますけど、僕根本的にその彼が確かにその世界中のそのネット政策について自民党の中で誰よりも詳しいことはそうなんだけれども、この一連のね、そのコロナ禍の中でもその PCR 検査の結果を警察に情報提供してたりとか、いろんなそのプライバシーの覗き見がいろいろあったりとか、その散々その厚労省だけじゃなくって、その個人情報をむしろそのいろいろ都合よく丸裸にするっていう前歴がある中で、一体そのどういうふうに一連のその公益目的の個人情報の活用とかね、いうことを今後やっていくのか、すごく大問題で、その中国みたいなその完全情報一元管理みたいなことの弊害もまあいっぱいあるわけですけれども、行政こそね文書を隠したりしている中で、個人は丸裸にして行政は無傷なんて、そのわけのわかんない、しかも少数のキーパーソンで運営していくとか言ってますでしょ。そういうことじゃなくて、その民主主義の根幹に関わる実は大きな転機だと思うんですよ。でもちろんその学校教育のね、その IT 化の遅れ、これは OECD の中でも最低でしょ。でそれはだから改善しなきゃいけないし、いろんなその行政のデジタル化とか、その大容量の情報が送れるようにするシステムをこう構築しなきゃいけないのは事実ですけれども、やっぱりもっとなんか国民的にちゃんと国会の場で詳しい人間だけの独占物じゃなくて、
あのちゃんと議論しなきゃいけないし、うん、透明に政策を進めていかなきゃ絶対いけないと思うんですよ、うんうん、答えにマイナンバー制度 の, そのもうちょっと活用とかそんなちっちゃい話は全然なくって、うん、ものすごく大きな話で、これを分かる人間が少なすぎるし、ちゃんとしなきゃいけないし、野党もこうきちっと、うん、あの対論を出して本当に進め方がこれでいいんですかってやってってほしいと思いますね。まあ、野党側にもね、実はそのこういう IT 関係に強い人があんまり見当たらないっていうところがちょっとね問題だったと思うんですが、うんうん、小塚さん、これの今の一連の話どうです？あのもうあのまさにあの永田さんおっしゃったように、あのいわゆる公文書とかをね捨てちゃったり隠しちゃったりするような人たちがなんか国民のことだけデジタル丸裸っていう、その矛盾っていうのはまさにもうその通りだなと思うんですけども、あの菅さんのね、そもそもやっぱりこの菅政権何目指してるのっていうところで、あの総裁選の時から出てきてたんですけども、まあ、菅さんがね国家像は何ですかって言われた時、最初の頃は答えられなくって、私はなんかこう苦肉の策で出してたんじゃないかなと思うしかないぐらい、あの自助共助公助そして絆ですよね、うん、で、まあ、そこで自助をすごく なんていうか強調されてるんじゃないかっていうことで、まあ、新自由主義的なねあの感覚を持ってるんじゃないかとか、まあ、そういうのあるんですけど、どちらかというとこう今菅さんを見てると、こう全体像としてのこう国家像とか理念とかっていうのがあんまりこうなくてですね、あのまあ、実際にその、ね、あの自民党の中の議員の人でもそのあの菅さんから国家像を聞いたことがない、うんうん、で実際にいろいろ菅さんがあの会ってる記者とかね、あのジャーナリストの人もそういうふうに言ってるんですけども、だからそうするといろんなブレーンっていうか、この間もいっぱい会ってますけども、あの会った人にいろんなアイデアをもらって、そのアイデアがこうピピッとくるっていうかね、あの面白いなとか、その行政なんか改革にこうつながるなっていうものにこうパクって食いついてるような感じがしてですね、うん、まあ、それがふるさと納税であったり、あの規制改革なんかもそうですよね。その規制改革、何を改革するのか分かんないんですけど、規制改革がいいというかですねでその中にまたこれデジタル庁っていうのであって、でなぜかっていうと、そのコロナのあのコロナ禍になって、いかにこう日本がなんか先進国だと思ってたのに、気づいたらもう韓国よりも遅れてるわ、あの、G7 のね国々と比較してもあのデジタル化とか IT 化が遅れてるっていうことに、今までこう井の中の蛙みたいに気づいてなかったんですけど、こう気づかされちゃった状態の中で、まずいな、これをやらなきゃいけないっていう意識が国民の中にこうあるじゃないですか。でそれをこうあのなんていうか上手にうまくこう政策に利用してっていうか、うん、そういう形で出てきてる感じがあるんですよね。だからそのデジタル化自体なものは進めなきゃいけないと思うんですけれども、そのそれにこうなんていうかこうちょっと便乗してる感があってですね、うん、じゃあ何をデジタル化するのかっていうところのまず整理から始まらなきゃいけないと思うんですけど、どうしてもその今出てきてるのはマイナンバーを、まあ、普及させると、そのためにあのいろんなものと紐付けしようということで、うん、あの早速その国家公安委員長に対して、免許証の紐付けみたいなね、うん、話が出てきたりとかですね、だからそのなんか全体像がないのにこうピンポイントでそのなんとなく国民受けしそうなものを、うんうん、こうどんどん出してきているような感じでですね、その中にその、まあ、のデジタル化って話があって、そのよくデジタルのことが分かってない人たちが、一部の分かってる人の、ね、意見だけ聞いてもしこうやっていくとすると、確かにちょっとなんか、うん、まずい方向に行くんじゃないのかなっていうね、うん、はい、そういう危惧がします。本間さんは一応そのデジタル化を目指す省庁としてのデジタル庁っていうのは、まあ、あの必要だっていうふうに思いになってると思うんですが、どういう形でどういう方向へ進めばこれがきちんとしたデジタル庁という省庁になるんでしょう。結局その、まあ、マイナンバーもそうなんですけどね、あのやっぱりこういうのって、突き詰めていくとやっぱり一箇所で全ての情報が見れる、うんうん、見ることができるっていう、まあ、多分そういうふうになっていくと思うんですよ。で例えばマイナンバーカードみたいなああいう制度って、あの北欧とかではもうあのすでにあるわけでね、であのやっぱそこではかなり一元管理が進んで、で僕が思うのはそういう時にですね、
やっぱり北欧の国々 と、日本の圧倒的な差はやっぱりその秘密が漏洩した時にどれだけ責任を持たせるかっていう、そこが全く違うわけです。でだからやっぱり国民の信用っていうのも全く違う。だからこの僕もスウェーデンだとかノルウェー の、なんかそれドキュメンタリー見たんですけど、もしその、個人の秘密を漏らすようなことがあればもう立ちどころに実刑になるっていうね、その執行猶予とかそういう甘いもんじゃないんだって。だからそこはすごく個人のプライバシーはものすごくきちんと守られているっていう前提において、情報の一元管理を行っているっていうのを、見たことがあるんで、もし日本がそっちの方へ、今バラバラですから、ね、本当に、もし日本がそちらの方に本当に行こうとするならば、その刑罰との議論っていうのもきちんとやらなければならない。でそうなると、法務大臣のね、方ともちゃんと入れてやんなきゃいけないんで、はっきり言ってあと1年間、要するに菅内閣があと1年間だとすると、分かんないですけどね、次の選挙までに1年間、最長1年間の中で、デジタル大臣がね、なんか力んでできるような話じゃないですよね。今の話でね、本当まさにそうなんですけど、日刊現代の元社員でですね、奥さんがスウェーデン人の方なので、今スウェーデンにもうずっとストックホルムにね移住してる人がいるんですよ。でその方に日刊現代の連載で、コロナ禍のねスウェーデンがどうなってるかっていうのをいろいろ書いてもらったんですけど、その中で本当に強調して言ってたのがまさに本当に本間さんおっしゃったことで、要するにその政治家に対する信頼度合いが全く日本と違うと。それで例えばチョコレートをね政治資金で買ったっていうことだけで大問題になって、それで議員辞めなきゃいけないぐらいの大問題になったりするそうなんですよ。だからそういう政治家に対する国民の信頼度がそれだけ違う国で使われているデジタルの例えばマイナンバーとかそういったものと、それを例えば世界中でマイナンバーあるんですよ、スウェーデンもやってるんですよ、だから日本でも使いましょうっていうのは、そのシステムとかその技術の面では確かにそうかもしれないんだけれども、それを運用する人たち の、 そのモラルとかね、そこの部分が重要だっていうことを忘れちゃいけないなっていうか、本当に日本にいて向こうに行った人がもうそこを強く実感してるっていう話をねしてたんですよ。その通りですよね。だからこういうつまり公益のために私の大事なプライバシー個人情報も提供しますよ、その結果こういう社会 の、 メリットがありますよっていう順番なんだと思いますよね。だからそこがなんかつまり政権が不透明で自分たちのなんか都合の悪いことは全部隠したり捨てたりとかしているのに、じゃあ皆さんたちの情報は全部いただきますよって、そんな偏無的なね、アンフェアなことってやっぱり国民は支持しないし信用しないですよね。本当にそう思いますね。最近僕も年取ったせいなのか、いろいろ市役所とかね、そこからいろんな書類が送られてくるんですが、必ず提出するときにはマイナンバー書けっていうのがあるんですよ。僕はマイナンバー一切書きませんけれども、で書かなければ何かあるっていうわけでもないらしいんですよ。つまり書かないで出しても一応向こうは受け取ってますからね。だからもうとにかくマイナンバーで異常なくらい今世の中動いてますけど、でもマイナンバー実際に何かに使ったっていう人ほとんど僕聞いたことないんですけどね。だから普及がね進まないっていうね。そうですね。だから便利にはなってほしいし一元化されてほしいと思うんですよ、ある意味だけど、その不安になるね、この感覚をどうしたらいいのかっていう、だから政府への信頼ですよね。そうですよね。本当にそういうもので、で、そういうその情報をですね、政府側の情報をみんなにやっぱりちゃんとオープンにしないとこれは進まないと思うんですよ。つまり我々の、情報だけくれ、政府の情報は出さないっていうじゃ、これやっぱり おかしい話で、おかしいんですよ、おかしいんです。でそれを今やろうとしてるのは実は加藤勝信官房長官じゃないかと僕は思うんですけどね、どうですか？
あれですね、先ほどのね、あのニュースのとこにもありましたけども、うん、あの今回あのジャパンライフっていうね、本当に委託証券、そうですね、そのが、摘発されて、まあ、14人逮捕されて、元会長、まあ、ずっと話題になってた人ですけども、うん、でまあそれを注目された理由としては、あの桜を見る会に招待されていて、うんうん、その今出てますよね、うん、この招待状を、はい、まあ、勧誘に、使っていたということですよね。それで、まあ、要するに再調査しませんと言ってる、まずその加藤さん自体が広告塔の一人に使われてたんですよね。そうですね、加藤さんを使ったこういう、うん、そうですそうです、まあ、あのいろんなメディアのね、まあ、元ジャーナリストの人とかそういうメディアの方も実際その関係顧問になってたりとか、あの使われてたりとかですね、まあ、朝日のね、はい、有名な人も入ってましたね、そうそう、 NHK、ね、毎日日経、ね、はい、だからその辺はやっぱりメディアの方もね少しなんか追及しに行くのかもしれないんですけど、ただやっぱりそのあのこれ摘発される前から問題になっていて、うんうん、で実際にこう摘発されて、だからここから先その警察がどこまで捜査するのかなっていうのもありますし、うん、そのこれが要するに政治案件なわけなので、その政界ルートみたいなところで、じゃあ今度検察が捜査に入るのかとか、その辺今後、うん、まあ、どこまでやるのかっていうことと、まあ、前のね安倍政権の時からそうなんですけども、その官邸と検察、警察との関係性の中で、あのやっぱりそこに癒着があってね、うん、あの検察、警察がやらないんじゃないかとかですね、それは今後見ていく話だと思うんですけど、うん、まず大前提として、その加藤さん自分もね、あの、うん、それ説明しなきゃね、使われていたのにかかわらず、そうなんですよ、その再調査しないっていうのを断言できるっていうのはまずおかしいし、だからこういう姿勢だからこそマイナンバー進まないんですよって話なわけじゃないですか、うん、本当に。で実際にですね、これこの会社自体はもう古いんですよね、はいはい、だからもう確かにこうあのほじくっていくとね、その安倍さんのお父さんのね、安倍晋太郎さんが、うん、ニューヨークにね国連総会の時に一緒に行っていたって話がありましたよね、はい、だからそういうところまで遡っちゃうんですけども、うん、実際にだからこれ、この会社がその、まあ、ずっと詐欺的なことやってきてたんでしょうけども、まあ、今回のねこのジャパンライフの今回の問題になる時に、その消費者庁が2014年に立ち入り検査をしようとしてるんですよ。でそしたら一旦そのやる方向になったのにもかかわらず、あの人事があって、その当時の取引対策課長っていう人が新しく人事で別の人に変わった途端、一旦立ち入り検査を中断してるんですよ、やめてるんですね、うん、その後また2016年か17年に立ち入り検査入ってはいるんですけど、はい、15年の9月に、ね、はい、あのやってますね、そうですね、立ち入りを、はい、でその14年の時はなぜやめたのかっていうのが、ここもまたこれ調べた方がいいんじゃないかって話なんですけども、その時の課長っていうのは、これは外形的事実なので実際にどうかっていうのは分からないんですけど、この課長っていうのは元経産省の人で、経産省から要するにあの消費者庁に来てる人で、その経産省時代は、上司に当時 の安倍、まあ、要するに安倍政権で秘書官であり補佐官であった今井さんが上司であった時があるんですよね。じゃあそういうところで、要するに官邸からね何かちゃちゃが入って、立ち入り検査をね一旦あのとどめたというか、いうことはないのかとかですね、もうなんか疑惑みたいなものは山ほどあるわけですよ、ですよね、でも疑われますよね、だから疑われるんだったらやっぱり、調査しないじゃなくて調査するって言わなきゃおかしいんですけど、いや僕びっくりしたのは、あの産経新聞がさ、なんか、はい、あの調査した方がいい、ああ、ね、そうですね、うん、って言ってこれ産経なのって3度見ぐらいしちゃってあのこれは調査が必要だって書いてありましたもんね、うんうん、あれは何ですかね、産経はあれなのかなあの誰もあの呼ばれたりしてなかったからとかそういうことじゃないで、ね、かもしれませんね、的に見るとやっぱりこれは問題であるっていうところはあるんだと思うんですよね、うん、でさらにはあの関係者がいなければね、他のメディアはいますけど、うんですよね、っていうのもあるかもしれないなと、それもあるかもただやっぱりそのあれですよね、みんなこれ知ってる話で、その国会でももちろん取り上げられてて、それでやっぱりこうね、あのこのまま放置してはまずいという意識は普通にまともだったらありますので、だって被害者も山のようにものすごいです、だから、うん、そもそもだから小塚さんがおっしゃったように、その今の政治家の
お父さんの代で一回弾けてるんですよね、うん、1985年の集中審議国会でやってて、だからその中曽根さんとか、うん、亡くなった塩川政十郎さんとか安倍さんのお父さんの慎太郎さんとか、うん、もうみんな大物が次々に関係が指摘されて、で健康産業政治連盟っていうのは丸ごとだから癒着してたっていう話でしょ、うん、でその警察の OB も結構行ってるし、そうなんですね、はいはい、もうそれこそできて45年じゃないですか、うん、で30年前ぐらいからずっとくすぶっていて、でさすがにそのだからもうよたよたのところで立ち入り検査が2回入ったりして、うん、業務停止命令も2回くらったりわけでしょ、うん、でもう最後の断末魔のところで捕まってるっていう、だから訳の分かんない話だと、うん、だから逆に疑問はなぜここまでほっとけたの、ほっといたのかっていう話ですよね、はいはい、うん、まあ、本当にこの辺はちゃんと調査してもらわないと、うん、もう本当にやっぱり安倍のまま内閣と言われてますが、やっぱり安倍首相に、元首相に傷がつかないように安倍は守るというパターンなのかなという気がしますね、うんうん、でもまあでも恩恵に預かった人たちはものすごくたくさんいるんだと思うんですよね、うん、そうですね、うん、それと僕もう一つ気になってるのはやっぱり沖縄の問題なんですね。で沖縄は玉城デニー知事と、河野太郎が大臣が担当は今度河野太郎さんになったんです ね、 ですね、沖縄担当がね。で一応あって、ところがもうゼロ回答であると、全く辺野古に辺野字も触れなかったってことで、うん、まあでも そこまで冷たいですかね。河野太郎さんって人は僕はよく知りませんけれども、うん、ただね、僕今だから言うけど、昔我々がやってたマガジン Q っていう、今でもありますけどやってますけど、そこで河野太郎さんを講師に呼んだことがあるんですよ。でマガジン Q ってどういう、うん、あれだか彼は分かってきてるわけですよ、うん、それで原発の話をずっとしてたんですよ、うん、でそういう人だからまだ多少は僕はと思っていたんですが、うん、どん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 あっち側行っちゃうみたいなでもなんか首相になったら脱原発やるっていうのは捨ててないって話もなんか聞こえてきます、うん、そうですか、うん、でもよくわかりませんけどでもこの辺野古に対してのその向き合い方は変すぎますよね、うん、つまりだから一体いくらお金がかかるのかっていうのを、だから沖縄県の資産だと2兆円とかね、そんな額だし、とにかくそのマヨネーズ土壌に杭なんか打ち込めないでしょってのはその通りで、つまり70メートルや90メートルのその下がマヨネーズなんだから杭は打てないわけですね。で一番その角のところとかは仮に作ってもちっちゃい地震が来ただけで壊れてしまうとか言われてますでしょ、震度2に耐えられないって言ったんですね。だからこんな、だから脆弱なものにそんな2兆円も超えるようなお金をつぎ込んで、一体誰が得するんだろうってわけがわからないです、ね、ですね、うん、まあ、本当に沖縄の問題はこれからまだまだ続くと思うんで、これ注意していかなきゃいけないと思いますね。デモクラシータイムズではいろんな番組を応援してます。いろんな方にですね、どんな番組をやっているかっていうのをお知らせしてい、いきたいと思ってますので、我々のそのメルマガをですね、ぜひ、登録していただきたいと思うんですね、こちらの今出てるところに、アクセスしていただければメルマガの登録者になりますので、ぜひよろしくお願いします。それからカンパのお願いです。我々のこういう番組自体は全て皆さんのカンパで成り立っています。厳しい状況の中で毎日やってますので、ぜひ、ご支援をお願いしたいと、カンパのお願いです。よろしくお願いいたします。はい、東京オリンピックの行方で、まあバッハ会長が先ほどね、本間さんもおっしゃってましたけど、ウイルスがあってもやるんだと言ってますが、どうですかこれ。もう本当になんか、なんと、まあ、言葉悪いですけど、結膜っちゃったみたいな感じですよね、うん、
まあ、僕はねこれ全然リップサービスだと思っていて、うん、っていうのはまあ今あの日本側はそのウィズコロナとかって言い出してね、またこれもいい加減なんですけどあのウィズコロナ五輪とかって言い出して、であの要するにコロナがあってもやれるような体制を作るっていうことで、うん、まあ、その連絡会議をやってるんですよね。これあの政府も、うん、あの組織委員会政府、とみんな一緒になってやってるわけですよ。でそこでできたことを、プラスあと簡素化っていうねあの話を、うん、まあ、一応このバッハに報告してるので、まあ、で今最近は結構露出が多いっていうかね、バッハさんは、まあ、その一応まあ日本側も、そもそもオリンピック中止するかどうかっていう最終決定権は日本にはないので、あのこの彼が下す話なんでね、だからまあ最後はこの押し付け合いになるわけですよ、誰が言うのかっていうことでね。でまあ今のところ日本側がまだやるって言ってんなら、まあリップサービスであの応援してあげようっていう、まあ僕そんなレベルだと思うんですよね。っていうのはじゃあそのワクチンがなくてもできるってお前なんでそんなこと言えるのっていうねそういうその全くエビデンスは言わないわけですよね。でワクチンがなくてそのみんなこう罹患する恐怖がある中で、オリンピックなんかやったらこんなのアスリートがまず嫌がりますよね、うん、アスリートファーストでも何でもないっていう、まあ、そういうツッコミも当然来ますから、うん、そういうのがなくてね、なんかペラペラいろんなこと言ってるけど、まあ結局来年の1月ぐらいには中止するだろうなと、というふうには思ってるんですけどね。まあさっきも打ち合わせで言いましたけど、あのブラジルのね、リオのカーニバルが来年2月、うん、だいたい毎年2月3月でやるんですけど、2月で、やる予定が中止になってしまった。で、あのブラジルのあの大統領がですよコロソナーズ大統領、あの強硬派の大統領もできないということで決断を下したわけで、であれができないのにそのちょっと数ヶ月後でオリンピックができるのかと。できないですよね。だってその直後1ヶ月後に3月の24日からあれが聖火リレーが始まりますからね。だからオリンピックって7月だと思ってるけれども、実はもう3月の聖火リレーから始まるんですよ、うんうん、でこれ聖火リレー始まっちゃって途中でまた潰すっていうのはめちゃめちゃかっこ悪いし、やっぱりそのお金も無駄になるから、だからやっぱり決断としては聖火リレーができるかできないかの段階でも絶対下さなきゃいけないんですよね、うん、結局は。だから実は残された時間は7月までではなくて3月の中旬までしかないということですね、うん、まあ、ワクチンがねできればっていうふうには日本側はずっと言ってきたわけですけども、うん、今日ニューヨークのクオモ知事がワクチンがトランプさんがね必死になってワクチンって騒いでますよね。つまり11月の大統領選の前にワクチンで自分の再選に役立てようということなんでしょうけど、うん、ニューヨーク州知事のクオモさんがそれは信用できないと、うん、で州独自でワクチンの効果を試すんだって言い出してまた大喧嘩になってますよね、うん、でワクチンに対してそういうそのかなり権威のある人がそういう発言をせざるを得ないっていうぐらいだから、ワクチン自体がそんなに今ねすぐ使えるようなもんじゃないと思うんですよ。でもしそれが使えなければ来年のオリンピックって僕はやっぱり絶望的だと思うんですが、うん、ただなんか私はちょっと一つ気になるのはやっぱりその IOC というのはそのなんていうかこう、永続性っていうんですか、オリンピックの永続性に、うん、特にこのバッハさんという人は一番こう、うん、なんていうかな、それをメインのなんていうか目的にしてるみたいなところがあるので、うんうん、そのやめ、まあもちろんそのコロナでねとてもできない状態だって言ったらそれは中止せざるを得ないってことだと思うんですけれども、その本当に中止になった場合にそういう要するに、例外のケースができるわけですよね。でただでさえ今後その招致にね手を挙げる都市っていうのがどんどんなくなっていく中で、そういう例外が出た時に、まあ、この損失誰が負うのかって話になった時に、まあ、東京都はね今までもちろん投資した分も含めてどうなるのかっていうのもあるでしょうし、うん、その辺をこう
どう見るかなっていうところは、うん、あの私はもちろん そこまでこうあのオリンピックのねこの招致がどうなるかって話自体はそこまで取材はしてないんですけども、あのオリン IOC という団体のねもう存在維持も含めてあのそれがあるので、そのできる限りこうできる環境を探していくというか、うん、だからそのPCR 検査でやる体制もね日本側が作るみたいな、そのお金もどうなるんだろうとかと思うんですけども、そういう形になっていく空気をその前よりは、前はもう絶対できないだろうなっていう感じだったのが、少しなんとなくここに来てあのやれるかもしれないみたいなね、意外にその重症者は少ないとか、あのまあ、この後のもちろんその秋冬の第3波が来るのかどうかっていうのもあるんですけども、全世界的にある種そのコントロールする中でのそのイベント開催ができるみたいな、日本も実際そうじゃないですか、もうイベント開催はできるって GoTo イベントまでこれからやるって話になってるわけですからそこはちょっと気になるなというふうに思うところはあるんですけどね。まあでも今ヨーロッパでは特にイギリス、フランス、それからスペインですか、うん、この辺がまた猛烈に今、うん、あの感染者が増えてますよね、うん、でそういう中で、全然その、収束が見通せないという状況になってきてて、はい、それでまだそのオリンピックやろうってその人たちの僕は感覚がよくわからないんですけど、うんうん、まあ、あの僕は、まあ、そのテレビに長くいたので思うんですけど、そのなんか今のそのオリンピック報道にしても、なんかあのやれる条件とは何なのかっていうのをちゃんとこうあの提示できてない、うんうん、メディアの取材力の弱さっていうのもやっぱりもう愕然としますよね、うんうん、つまり何をクリアしなきゃいけないのか、その今その鈴木さんがおっしゃったように、その世界中でどういうふうにまた感染が広がっているのか、それはどう収束するのか、でなんかそのあたかもその津波がもう波頭が見えているのに見てない、なんか来てないかのようにその選手たちは頑張ってます報道みたいなのだけがスポーツのコーナーでなんか垂れ流されていて、わけが分かんないっていう気持ちが悪いですね、うん、まあ、あの今一番直近の集計だと世界で感染者が3000万人を超えてますね。3200万人ぐらいですかね。で死者が100万人ですか、うん、100万人に届こうとしていると。でこんな中でよくそういうことが言えるなって、僕その感覚に驚くんですよね。そうそう、その無神経さっていうのも気になりますよね、うんうん、だからこれやっぱりあの、日本で生まれて今フィリピンの、柔道の代表になろうとしてるあのハーフの方があのなんかおっしゃってたんですけど、やっぱりその日本も少ないとはいえね、やっぱ1000人以上のこの死者が出てるわけですよ、コロナで。でそういう人たちもいるのに、じゃあ大金を投入して無理やりオリンピックを やるということがね、あのそういう人たちは一体どう思うだろうかっていうね、あのそれそういうことってでもあの普通のメディアでは全く語られてない、はい、そういう視点はね、はい、そういうことをやっぱり本当はあの掘ってほしいなっていうふうに、うん、あの僕は思いますけどね。それやっぱりそのメディアが、つまりマスメディアですね、マスメディアがほとんどスポンサーになってる、はい、そうなんです、うん、まあ当事者でインサイダーですからねそのやってほしいっていうのを見え見えでなんか心配しているふりをするっていうことですね、うんうん、昨日もやってたんですけど、まあ、結局そのウィズコロナでなんとか今やれる方向性を考える。でそのなんか今出てきてる話では、選手たちにはその国で証明書を出してもらって、でもう日本国内に入ったら選手村からもう全く出ないと。で、選手一人に一台の専用車をつけるとかねそんなことができる、いやそれはあの机の机上ではできるけれども、実際それやって、じゃあそれいくらかかるのってね、それあのそういう報道が全然ないんですよ。そういうことが話し合われていて、専用車をつければいいとか、ずっとその、選手村と練習場の往復しかしないって言っているとか、
でもそれって聞いたら、じゃあそれいくらかかるんですかって誰でも思いますよね。それとか、そもそもオリンピックって4年に1回世界中のその若者たちがね集まって、でこの何て言うんですか、この触れ合って、触れ合いの中で平和を作っていこうっていう話のはずなのに、なんか全員隔離して誰とも会わないようにするって、はい、それもオリンピックのね目標を履き違えてますよね、はいはい、オリンピックをとりあえずとにかくやることが自己目的化しちゃってるんですよ。だからもう、もうすでにねもう完全に間違った方向に走っているっていうかね、もうこれはもう完全にアウトだなと思いますね、うんうん。まあ、そういう意味ではもうそろそろ本当にオリンピックそのものを考え直すっていうね、うん、ところに来て、それからメディアがこんなにそのオリンピックに加担するっていうそのことを少し考え直した方がいいと僕は思いますね。そう、頭冷やそうよっていう人はメディアの中で表舞台でちゃんと発言すべきですよね、うん、これはでもあれですよね、なんか日本独特なんていうか、全社が全メディアがまあ大きなね大手メディアですけど、うん、全メディアが関わるみたいな、もう過去にはないです、そうですよね、過去には全くない、うん、だから、うん、例えばアメリカとかだったらその一社 NBC ですけど、どっかが一社でこう放映権全部持っててみたいな、要するにコンソーシアム的な感じでやるっていうのは、日本のあれなんですか、その、ね、そもそも報道機関が、あれにスポンサーになったことって過去一度もないないですね、オリンピックの歴史の中で、うん、だから要するに NTT とかね、ああいうものがなったことはもちろんあるけれども、報道機関と銘打ってるところが、スポンサーになったことはない。でもアメリカなんかだと報道機関が放映権を買うわけでしょ。報道機関ではなくて、放映権を持ってるのはテレビ局ですよね。だからまあテレビ局を報道機関というかどうかっていうねまあちょっと非常に厳しい言い方をする、はいはい、いや全社が、うん、要するに NBC が持ってるから、そうすると別の社は関係ないわけですよね。そうですよね。だけど日本の場合は、まあね、全部が入るんですよね。そうですだからそうするとどこからも批判報道が出てこなくなる。そうなんです、みんな、要するにその全国紙5紙が入った段階で、はい、いわゆるそことこの関係のあるテレビ局も誰もどこも批判しなくなってしまうので、うん、はい、まあ、結局その、まあ、全てこう、そう完全に囲われちゃったような感じになってるというです、ね、うん、なんかこのまま突っ走ってもしやったりすると、そのトランプは武漢ウイルス、武漢ウイルスって言ってますが東京ウイルスって言われかねないですよね、うん、東京、ね、ずっといっぱい人が来て東京からまた帰っていくわけだから、うん、東京発の新しいそのウイルスっていうような言い方がされないとも僕は限らないと思うんですけどね。はい、まあこの話もね尽きないんですけれども最後ちょっと、まあ駆け足なんですけども、アメリカの大統領選挙についてちょっと触れてみたいと思うんですが、特に先ほどもね、お話になりましたけども、最高裁のリベラル派の判事、ギンズバーグさんですね、がこの間つい最近お亡くなりになったと。でこれ今9人のアメリカの最高裁の判事が出ていますが、うん、この左側4人が一応その、はい、リベラル派で、右側が保守派というふうに、まあ、色分けされているようですけれども、うん、ただね、いろいろ調べていくとそれでもですね、結構判決はそれほど右に偏っているわけではない。北丸雄二さんが東京新聞にもちょっと書いてらっしゃいましたけども、はいはい、やっぱりそれぞれの判事は独立していて、色分けとしては保守派の方が多くなって、うん、今回ギンズバーグさんの後釜も保守派の女性って言われてますけれども、それはそれぞれ合理的にやっぱり判断する。今回だからトランプが仮に選挙で負けても自分は政権移譲はしないってもう公言したじゃないですか、うん、で最高裁で争うっていうことになって、だから最高裁を都合のいいようにコントロールするっていうことなんでしょうけど、そういくかどうかですよね、うんうん、やっぱり判事に任命する場合には公聴会みたいなものがあるんですか？あります。あります。うん、きちんと。で、そこでつまり、なんていうか、
共和党のチェアマンでさえもギンズバーグさんの時は典型なんだけれども、彼女はその保守が一番嫌がるその、あの女性のその中絶について私は認めるって言ったんです。一番大事なその判断を女性本人ができなくてそんな社会良くないってはっきり言うんですよ。で共和党のチェアマンは私とは考え方は違うけれども あなたの言うことは実に立派だと、アイアドマイア言ってるんですけど、とにかく尊敬に値するよあなたはって言って93対4かな、それぐらいのもう圧倒的な支持で彼女はその、まあ、判事になるんですけども、それぐらいだからやっぱりなんていうかな、やっぱり尊敬される人がなるっていうことでもあるし、保守派であってもそのトランプの横車を支持するとは限らないっていうことだと思う。まあ、しかしトランプ大統領としては再選するためには、まあ、あの選挙でもし負けたとしても認めない最高裁へ持ってくんなって最初から言ってますよね。そうそうそう、しかも、うん、あの郵便投票を非常に反対して不正が来て民主党に有利だからっていう、いやちょっとあまりに あれですよね、あのどんどんこう、まあ、選挙が近づいてきてるからだと思うんですけども、あのニュースで出てくるトランプ大統領の発言聞いてると、もうちょっとなんか度を超えてるというか、上級してるとちょっと上級してますね。そう、そういう感じはあるんですけど、ただ、まあ、まあそういう人なんだなと思うんですけど、うん、とはいえやっぱりあれですよね、いわゆる共和党の中とかいわゆる岩盤支持者みたいな人たちは結局その変わってないので、あのこのやっぱり大接戦になるっていうふうにね、あの専門家の人に聞くとね、うん、言いますからね、うん、そうするともし負けた時のことをもう早めにこう言ってるんだろうな、まあ、担保して最高裁の判事の構成を変えようと、うん、いやそうですよね、うん、だからそうすると本当にあの選挙は11月ですけど、本来は就任式っていうのは年明け1月じゃないですか、はい、だからそれまでに要するにその出事が終わってるのかどうかっていう ね、 うね、可能性だって出てくるんじゃないかなって、うん、そうなるとちょっとまあ心配ですけど、まあ、ハリウッド映画によくあるパターンですけど、選挙で危なくなる大統領が戦争を始めるっていうパターンが結構あるんですよね。ハリウッド映画は一つの定番なんですけど、そういうことがちょっとまあ戦争とまでは言わないですけど、うん、どっかの紛争にちょっと介入して愛国心をかきたてるみたいなことがないとは言えないんですけど、特にその米中対立のあれを見てると、ちょっとあの南沙諸島あたりで、ドンパチ10発ぐらいずつ撃ち合うみたいなことは起きないとは言えないような気がするんですけど、いかがですか。どうでしょうかね。だから中国はだからとりあえず今あの名指しでそのチャイナバイラスって国連でも言われたんだけども、とにかくあのトランプを名指しではあの批判しなかったっていうことで、そんなバカな争いに乗っかって得はないっていうふうにまあ思ってると思うんですよね。でそれ何かっていうと、トランプはやっぱり負ける可能性が大でしょうっていうふうにも見てるんだと思いますね。まあ、本当にこれどうなるかわからないんですけど、トランプ大統領ってちょっと なんか常識で考えていくと、本当に今小塚さんがおっしゃったようにちょっと常軌を逸してる感じですね最近ね。いやだからこれ日本はどうするのっていうところはとてもやりにくい状態にはなってるんじゃないかなと思いますよね。だからまあ大統領選の結果を見てってことかもしれないんですけども、要するにそのもともとね、国賓で習近平がね来日する予定だったわけじゃないですか。だからそのアメリカと中国が今のこの状態の中で、その中国と対するこう距離感っていうかね、菅さん大変なんじゃないかな。菅さんは本当に習近平さんを呼べるのかどうかってことですね。はい、だから日本はこの外交的に僕は上手に立ち回るべきだと思ってますよ、うん、つまりだからそのトランプべったりで心中してどうするんだっていうふうに思ってるし、うん、その米中の緊張に相乗りして、で下手するとだから本当に鈴木さんがおっしゃったように偶発的なね軍事衝突みたいなのが起きちゃうと日本はとても困ると思うんですね、うん、そうちょっと待てっていうふうにむしろ外交的にこうきちっと習近平と向き合って
アメリカを牽制するぐらいの、こうしたたかな外交を僕はしてほしいと思いますね、まあ、それが菅さんにできるかどうかっていうのはいろいろとあれだと思うんですが、いろいろと今日は3つぐらいのテーマでお話になりまして、していただいたんですけども、そろそろ今日もこの時間になりました、本当に今日はありがとうございました。また、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。